ですね、広野あたりまで来ますと、はい、ね、それからは立ち入り禁止区間だということで、はい、別の場所に誘導されて、はい、あのいろいろ資機材もですね、広野まで来てあと10分15分だと思っているとみんな三原の方に回されて1時間以上かかっても来なくなっちゃうんですね。なるほど。ぜひ広野まで来た時に、はい、福島第二に行くんだって言って、はい、よく説明していただくようにっていうのを来られる方にお話しいただけるとありがたいと思います。はい、わかりました。なかなか今この地区に車が入ってで来られないようになってますので、はい、資機材がなかなかスムーズに届きません、はい、その辺ちょっとご承知を聞いただくとスムーズに来られると思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。